ひなチャンネル。今回は魔法使いの嫁シーズン2第1話反応動画ね。なかなか良い作品選んだじゃないの。原作読んでないけど1期は好きだったんだよね。制作会社がウィットスタジオから2期になってスタジオカフカに変更されどうなったのかも見どころだな。面白ければいいのよ。間違いないな。我々の感想は後回しにしてみんなの反応どうぞ。おかえり魔法嫁。いきなりなんか映像がすごい。なんかのジングルみたいになってない？いきなり映像が美しい。若干宝石の国めいた映像。映画の導入じゃんこれ。なんかすげえ映像から。魔法嫁は劇版もめっちゃ好きなんだよな。めちゃくちゃ気合の入った出だし。懐かしいですね。魔法使いの嫁シーズン2。キャラ増えたな。2期もオープニング担当は純な。かっこいい KOP だった。2期は千世ちゃん学校行くんだね。サブ隊。もう前回どうやって終わったか覚えてないや。ドラゴンの呪いと、星の呪い。ねっとりカメラワーク。研究対象として満点すぎる。研究対象とは直球だな。大きせは研究対象。奨学金どころじゃない援助を求める。星の呪いってなんだっけ。まあ、実験体だよな。研究って言い方に変えてもさ。まあエリアスなら拒否するよね。結局オフフな青春スクールライフが始まるんですか。千世さんの身体をあれこれ研究するんですね。意味深。体のいい人体実験のお誘いよ。当たり前のように座る。膝に乗せるのやっぱいいな。寄ってたかっていじられる意味深。ちゃんとお互い会話するようになったね。種崎さんめっちゃいい声。似てる。私は全然物を知らないんだって。私はそれがどうして悪いかわからない。これが一気にクールかけて気づいた関係性と答え。すっかり前の内容忘れてるわね。エリアスは絶対嫌だよって伝えたけど、もう知世はって聞ける信頼があるんだよな。尊い。知世を好きな人たちは自分を大切にしてほしいんだよ。もしそうなったらエリアスが助けてくれるでしょう。まっすぐこの数秒で一気全部振り返れたってマジ。え、大学に年齢は関係ないから。本当に一緒に行くの。この骨が無能だったのは思い出した。学ぶことないだろ。お前をちょっと何言ってるのかわからない。バラライカ学長勝てる気がしねえ。太ももが太そうな名前。ライザさん来た。ライザップ。ライザにしては太ももが細いようだが。なんで体に花咲いてるの。池尾場学長、自分の体からむしるな。体に生やしてるバラ何。気楽に、でも気を緩めず、楽しんで。やりきったかい。って言いそう。臨時教師になっちゃったけど。エリアス臨時教師に収まっとる。ああ、教師としてね。さすがに悪くはない。自分の舵は自分で取る子だな。さすが学長、一発で見抜く。排気筒は隔離してるみたいになってるのか。すげえ近代的だ。変なとこだけハイテク。あ、そういえば現代みたいな時代だったな。ハイテク技術もあるのか。割と科学的な世界観謎なのよな。でっか、乳がでかすぎる。おっぱい芋虫って属性モリモリすぎだろ。きねえ。池崎のカブトムシパジャマ思い出してる。もう全裸見られてるし、絶対ヤバいだろこいつ。さらっとついていくなよ。この人強いよ。ぽいよ。簡単。お二人で仲良くどうぞ。死にかけすぎ。一気、死にかけすぎでは。壮絶な過去。ヒューマンバグ大学かな。あらすじ3級なんとなく思い出してきたわ。死にかけた話が多すぎる。一気総括。学生服着せちゃん可愛いな。内臓が内臓激サム。影に潜み、影を狩るもの。内臓が内臓を真顔で言うエリアス。肝が冷えるって感じ。千世ちゃんに嫌われたくないエリアス可愛いね。恐怖という感情か。怖い。仕方なくだよ。見張りみたいなものだ。一気で視線をくぐってきたからな。エインズワースで危険が出てきてしまっていかん。自分のじゃない記憶のフラッシュバック。顔面アップ助かる。エメラルドグリーンのおめめ綺麗だ。パワータイプに人間二人ぐらいよ。千世さん結構怪力ですね。千世伝、順調に人間やめつつある。少し大人びてはいるけど。とりあえず、長い目で経過観察していきましょう。バレそうだった。すりガラスの表現スコだ。片道3時間はかかるだろう。へ、僕はお前に何かをしたのかい。こんなこともあろうかと。教えたことないのに教師やるんだ。喋ったー。猫が喋ったー。養母さん。ビビットアングル、ローアングル。見え。じゃあまずのどを撫でさせて。怖い。ハリポタみたいな用選びか。最初のポケモン選びかな。プレイヤーセレクト。ホグワーツの用分けみたい。組分け防止じゃなくて自分で選べるのね。どうしてきたー。足がツルツル。緊張してきた。千世ちゃん。回想。いややっぱりおかしな目で見られたり。あかんトラウマが。今起きた。むくり。たくさん探すために私はここに来たんだ。いたよ。通奏。ノックはどうした。あー幸先悪いなー。出会い方が。ルーシーウェブスター CV。津田みなみ。コミュ障か。
人と話すの得意じゃないから。お尻、ルーシー回線なかなかのコミュ障。脱ぎ脱ぎ。これだけ見たらマキマさん。このくらいドライなタイプの方が同室は気楽かもよ。よし、お腹に穴開く方が大変だったし、それはそう。振動で穴開かないといいけど、あわわ。キャッチ。急にどうした？ルーシーつだみなみなんだ。いつも倒れる立場だったもんな。キャスト。ルッツ、キセのために地図暗記した方がいいね。エンディングテーマ。マホ嫁、久しぶりに見るけど、お話がちゃんとしすぎるくらいちゃんとしてるよな。やっぱ映像綺麗だな。あ、そっか、一期から監督もスタジオも変わってるんだった。これがスタジオ各課の力。みんなの反応はここまでです。正直、前回までの話をあまり覚えてないわ。私もイモムシさんが説明してくれて、ようやく思い出したぐらいね。お互い一期目の復習が必要のようだな。ちゃんとした感想は次回からよね。そんなわけで、今回の動画はここまでです。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。少しでも良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくね。